はい、どうも皆さんこんにちは。ニューヨークに住むベーシストのたかしです。今日は、動画をご視聴いただきありがとうございます。今日話すことはですね、まあ今回聞いてもらってる方結構、音楽始めたばっかって人が、いくらかいるかと思うんですけど、まあ最初の頃どういう風に行動しておったら後々いいかなっていうことについて話したいと思います。でまあいろんな人がいろいろ言ってるんですけど、まあ、僕から、伝えたいと思うのは2つですね。1つは動画を演奏動画を撮影するってことですね。でもう1個は、まあ、音楽を楽しむってことで、それについてちょっと話していきたいと思うんですけど、動画撮影なんですけど普通にあのスマホとかのカメラで、まあ、僕も今そういう風にやってるんですけど、このカメラもあの iPhone のカメラなんですけど、まあ、こういう感じであの撮影して自分の演奏動画をね、あのドラムでも キーボードでも、ギター、ベース、ボーカルでも構いません。自分の楽器を演奏するのがすごいいいよっていう話で、まあ単純に、自分で弾いてる時の感覚と聴いてるの動画で撮影してその後聴くっていう時って意外とギャップがあったりするんですね。だからまあ客観的に音楽を聴くことができるんで、あの上達する上ですごくそれがいい方法だと僕は思います。でできることならそれを、まあ今の時代 SNS とかすごいいっぱいあるんでそういうところに発信できたらいいんですけど、まあ恥ずかしかったら別にしなくてもいいんですけど、でまあ自分が下手だって思ってたらあの発信しづらいと思うんですけど、その下手な動画を上げるっていうのが結構あの効果があってですね、そのまあ周りの人にこう自分の成長を見せれるっていうのがすごいいいんですよね。今下手でもこう1年後に上げた動画がもっと上手くなってたらそれで成長の過程を見せることができるじゃないですか。それって結構周りの人から見てるとなんか応援したくなるようなことだと思うんですよ。だからまあもしできるならアップもできるといいですね。でそれがあのまあなんか何年5年とか10年とか溜まっていくと、まあなんかよく YouTube でこう結構バズったりしてるんですよね。そのなんか5年間演奏ベースを弾いてみてそれがなんか成長した動画だよみたいな感じで、まあそういうのも作れるし、なんかすげえそういうのを見てて楽しいですし、まあ自分でもその成長過程見るの面白いでしょうし、だからすげえそれはね、あの下手でもあのアップしていくとか、まあ少なくともあの動画で自分で持っておく。で、まあ YouTube にアップしてあの非公開ってこともできるんで、あの一つの携帯に入れておくとそのファイルってこう3年とか4年経つと、まあ、携帯変わったりしてあれどこ行っちゃったっけってことになるんで、まあ、YouTube にアップしておけば YouTube は多分まあ倒産しないと思うんで多分しばらく、だからまあそこにアップしといて自分のちゃんとあのアカウントはちゃんとまあ忘れないように覚えておいてでやっておけばあのいつの間にかあの溜まってるよっていう状況になって、まあ、できればアップするっていう感じがいいんじゃないかなと思います。で2つ目の、音楽を楽しむってことなんですけど、もし、聞いてる方が高校生とかだったら、まあ、音楽に対して何のプレッシャーも感じずに、好きなものを好きなだけ聴けると思うんですね。っていうのも、まあ、大人になったらちょっとこう仕事とかになってくるとあの好きじゃなくてもやらないといけないって時が出てくるんで、で、まあそのまあ、純粋にこう高校生のうち多分音楽を好きでいられると思うんですけど、それでまあいかに、たくさんの音楽というか、衝撃を受ける音楽をいっぱいあの経験するかっていうのがあのその後こう音楽楽しくないなとか思ってきた時に支えになるんですよね。まあそんなに、まあ、僕の人生ではそんなに音楽楽しくないなって何度も思ったことはないんですけど、でもやっぱりこう楽しかった経験っていうのはいつも残ってて、で今やってる音楽とジャンルは全然違っても、例えばまあ僕の場合だったらマキシモ・ド・ホルモンとかエル・レガーデンめっちゃ好きだったんですけど、でそれまあレッチリも大好きなんですけど、そういうのをこうなんか全然今ロックやらないんですけど、まあ聞くだけ聞いてなんかすげえモチベーション上がって、なんかその頃の熱にまた戻してみたいなのなんかまあ 2,3 年に1回ぐらい勝手にやったりしてますね。だからあの音楽を純粋に楽しむっていうのはすごいあの能動的にあのそれを経験していくようにできたらいいと思います。
で、まあ、これからみんなも経験することになると思うんですけど、まあ、自分がこう音楽をして成長していった時に、今まで感動してたバンドがあれめちゃくちゃうまいと思ってたのに全然そんなにうまい演奏じゃないんだなっていうのに気づく時が多分あると思うんですよ、バンドによってはね。でも その好きっていうものは、まあ一回そこでちょっとなんか、あのバンドやっぱあんまりかっこよくないなとか思っちゃうかもしれないですけど、でもなんか結局僕の場合はですけど、その時に受けた衝撃っていうのは今でも変わらず光ってて、それがいや、まあ、さっきも言ったようにそれが本当に今の支えになってて、だからまあ今でも音楽を楽しく続けていけてるっていう感じになりますね。はい、ということで、今回は動画を撮影するってことと、音楽を楽しむってことについて伝えさせていただきました。今回ご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいねボタンとか、悪かったら悪いねボタンとか、コメントとか、なんかあの気になることとか質問とかあったらぜひコメントいただけるとモチベーションにつながります。何でも動画にするんでよかったらコメントください。あと概要欄にインスタグラムも貼ってるんでよかったらフォローしてください。どうもご視聴ありがとうございました。